はい、お願いします。ドリフト中に途中まではいいんですよ、はい、で立ち上がるときに結構修正打が多くて、はい、ドリフトが結構カク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 してるんですよね。で多分ステアリングに合わせてアクセルも踏んだり戻したりしちゃってるのかもしれないっていうのが1個っていうんでドリフトが止まっちゃってるっていうのと、はい、あとは奥への振り返しがうまくいかない、あの手前側から奥へ行かないっていうのは、はい、もう奥行くときに絶対的な車速が足りてない。なんでもし私が走るんだったら、はい、最初のスタートして左回りの時にあの途中でもう2速入れちゃいますね。あ、途中に、はい、でそのままずっと2でまあ86だからいけんのかなっていうのはちょっと分かんないですけど多分そういう走りしちゃいますね。修正打が多いってこと、無駄にステアリングが動いてる。そうですね、立ち上がりで特に進入はいい感じなんですよ、はい、で脱出で修正打がすごい多くてそれで車が結構こう動いちゃってますね、カク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 。でそこでドリフトがちょっと止まってるっていうのと、振り返し失敗したところは角度をつけすぎですね。あれだとさすがに無理だと思います。そこからスピード乗ってきて、はい、きっかけ作ったり振り返ししたりするときに、はい、スピードしやすい。はいはいはい、特に振り返しがもうほぼ普通の広いところで振り返しやる分には問題ないんですか。広いところ、はい、あそういうところとかであそこだと走りの人からしても問題はないです。おおおサイドすげえ効くこれ。びっくりするぐらい効きますね。すいません。なんか2に入れると結構デフが効きすぎなんかな。なんだろう、振り返しの時に、はい、結構逆側にいっぱい沈むんですよ。だから、はい、もう少しショックを硬くしてあげた方が多分乗りやすいですね。一気にロールでこういっちゃうんですよね、はい、動きが。あー、ロールしちゃうから。そうのと、もうちょっとタイヤもあるんかもしれないですね。荷重をかけると一気に滑るから、はい、ね、荷重をかけると一気に滑るから、はい、走行がちょっと難しいんですね。タイヤはフロント Z3 でリアがエコスで空気圧 2.2。 減衰は今現状でマックスなんでしょうか。はい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 、これは何だろうな、減衰じゃなくてリアのバネレートをちょっと上げた方がいいかもしれないですね。はい、でタイヤも荷重をかけた時に一気に滑るから
そこを少し変えてあげた方が車としては運転しやすくなりますね。で、単純に私が慣れてないから2に入れてスピンしちゃうんだと思う。そこのこういう動きに対して。ただ運転としては途中で何箇所かうまくいったところもあるんで、はい、ああいう感じでなるべくスムーズに行ってあげて、普通に2に上げてあげればいいんですけど、2に上げた途端スピンするかもしれないですね。かタイヤどっちなんだろうな。タイヤの空気圧もうちょっと入れてあげて、でタイヤもバネだから硬くするともう少し乗りやすくなるんか、あとは私はいつも通りの感じでクラッチつないでた、クラッチつないでたんですけども、はい、クラッチつなぐのをもうちょっと優しくつないであげる。そうすると滑り出しがもう少しマイルドになるんで、いきなりパキーンっていかないと思うんですよ。もう蹴ったみたいな感じになっちゃってるんで、はい、2に入れると。そこら辺ですかね。あんまりいい運転ではなかったんですけど、そうすればいけると思います。1でやってる分には多分シフト操作はやんないから問題ないんですけど、シフトアップするときが難しい。タイヤの荷重をずっと1で加えてて、でシフトアップするときに一瞬クラッチ切るから、そこでタイヤとかバネが伸びて、またキュッてやるときにスパーンっていっちゃうのと、あとは振り返しのときにボーンっていっちゃうんで、ここをなるべくゆっくり動かしてあげるようにしないとうまく乗れないですね。じゃあ行きます。やっぱりシフトを変えると難しいですね。今丁寧に運転してたつもりなんですけど、まあさっきよりはうまくできましたね。でリアタイヤは食わないですね、やっぱりね。滑らしてってもリアの方がどん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 出てっちゃうから、それに合わせてちょっとアクセルを全開じゃなくて少し戻したり踏んだり戻したりって、あとは軽くフットブレーキも踏んでフロントを戻したりしてるんで、もう私が運転するんだったらもうちょっと食うタイヤの方が運転しやすいですね。あんな感じで丁寧にクラッチのつなぎをちょっと変えてみました、はい、あとアクセルの踏み方と、あと角度のつけ方も少しマイルドに、はい、こんなんでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、お邪魔しました、はい。